あとは最近な番組で中田ゆうじさんが今の日本代表は予選を苦しんでプレーオフに回り、そこで出場権を取る方が本大会でベスト8に行ける特待性のないこと言っていて、個人的に好きな選手だったのでがっかりした。いや、でも中田さんはその辺がフィーリングの人だからな。ちなみに七海さんも過去に同じような発言をしていまして、なぜ元プロの方でもこのような発言されるでしょう。だからサッカーのプロだけど、喋りのプロとか分析のプロとか思考の方のプロじゃないから、でも呼ばれるじゃないですか。なんか面白いこと言わなきゃいけなくて、変なになっちゃうんですよ。変なになっちゃう。だって僕もだってサッカーのプロじゃないから、僕がもし今 J リーグ行って、はい、いいプレーしてって言ったら変なになっちゃう。そう。で、それが、喋る仕事ってさ、なんかプロっぽくないじゃん。プロっぽくちゃダメだし。だけどそういうところに放り込まれた時に、やっぱガチガチになりますよね。トラップもパスもできない。だから変なになっちゃってる。そうだ、中澤さんは、とか、七海さんは変なになっちゃってるんだなって思えばいい。